ならとび。大人の日本史、歴史を学んで名所旧跡を巡ると題しまして、飛鳥奈良時代をお送りしております。パート4は天武持統天皇時代を解説いたします。皆さんこんにちは、奈良とびっきり観光ガイド加山隆盛です。パート3では天智天皇までをお話しさせていただきましたけれども、この時代の系図はざっとこんな感じになっています。除名天皇と斉明天皇の間に生まれたのが中野大江の王子、後の天智天皇と大海人の王子となります。当時の皇位継承は親子より兄弟優先となっていたんですね。その上に大海人の王子は非常に優秀で人望もあったために、誰もが次の天皇は大海人の王子だと信じていたそうです。しかしながら天智天皇は我が子可愛さに大友の王子への継承の意を表します。天智天皇は大海人の王子の出方によっては殺害をしようとも考えていたとされています。それを察した大海人の王子は出家をして、斉明天皇が造営をした離宮吉野宮へ一族を連れて隠姓をするわけです。隠姓とは世間から逃れて静かに暮らすことですよね。そうしたところ大津の大友の王子側が武器を準備しているというような不穏な動きがあったために、大海人の王子側も挙兵に至るわけです。これが古代最大の皇位継承の争いと言われる壬申の乱になります。まずはこの壬申の乱の旗揚げの地、宮滝遺跡をご案内いたしましょう。吉野の宮は斉明天皇がお作りになった離宮ですけれども、この大海人の王子以降、持統、文武、元正、聖武天皇らの行幸があったとされています。行幸というのはね、簡単に言いますと天皇の外出という意味です。吉野の宮の所在地はどの書物にも記録がなかったんですけれども、この辺りから縄文時代から飛鳥時代の遺跡がたくさん見つかったことをきっかけに、旧跡を裏付ける建造物跡が出土しています。ではここからは大海人の王子にまつわる旧跡をご案内いたしましょう。この吉野の宮の近くに吉野町久保ヶ糸という集落があります。この地には今でも語り継がれる伝説があるんですね。大海人の王子は大津から追っ手がかかった時にこの集落まで逃げてきたそうです。そして川の渡しをしていた村人に助けを求めます。この村人は起点を聞かせて船を逆さにして、その下に王子をかくまうんですね。すると追っ手が連れてきた犬が船の周りを嗅ぎ回って吠えたんですね。そのために村人は石を投げつけてその犬が死んでしまいます。後になってこの犬が大海人の王子が大津へ残してきた愛犬だったことが分かったことから、村人たちによって供養がなされて犬塚が建てられました。この犬塚は元あった川べりから移されまして、現在は廃校となった葛小学校の校庭跡にひっそりと佇んでいます。このような経緯から久保ヶ糸地区では今でもどの家庭でも犬を飼っていないそうです。子供たちにはね、犬を飼うと災いが起こると言い伝えて犬をペットにすることを禁じています。この葛小学校の近くにある御霊神社には狛犬もいないんですね。徹底されていますよね。ではここでこの葛という地名についてお話をさせていただきます。現在でも吉野町葛として存在をしていますけれども、元は先ほどの久保ヶ糸も含めてもう少し広いエリアを指していたようです。本来は吉野川上流に住んでいた先住民のことを言ったそうです。葛荘と呼ばれる葛に伝わる下部があるんですけれども、応神天皇をもてなすために葛の人々が披露したと伝わります。現在は清見原神社で毎年奉納されています。
大海人皇子は最終的には大友の皇子に勝利をして天武天皇として即位をするわけですけれども、こちらの清見原神社の御祭神は天武天皇ご本人となっています。そしてこのクズで有名なのが吉野和氏になります。大海人皇子は天皇になった時に村人へのお礼として和紙の製造技術を村に伝えたとされています。クズは現在でも吉野和紙の中心地となっています。こちらでは自分だけの和紙を作ることができるものづくり体験も行っていますので、お越しの折にはぜひチャレンジしてみてください。ではいよいよ天武持統時代となるわけですけれども、この二人は夫婦としての関係も良かったようで、おおよそは天武天皇が始められたことを亡くなられた後に持統天皇がそっくり引き継いだ形になりますので、二人セットで見ていただいた方が分かりやすいかと思います。まず今現在日本で一番古い貨幣は天武天皇がお作りになった不本銭となっています。こちらがこの不本銭が発見された飛鳥池弘法遺跡になります。平成10年にここから約40枚の貨幣が見つかっています。それまでは和同開珎が最も古いとされていたんですけれども、これによりまして日本書紀の中にある天武記の今より以後必ず銅銭を用いよと記されているのがこの不本銭である可能性が高まっています。この飛鳥池弘法遺跡は弘法となっていますので、こちらではガラス製品や金銀銅製品などが作られていたことが分かっています。このすぐそばには奈良県立万葉文化館がありますので、万葉集について深く学ぶことができます。実はね、こちらの建設のための発掘調査で見つかった遺跡なんですね。ではここからは2人セットで見ていきましょう。まずこの飛鳥清見原陵という今でいう行政法にあたるんですけれども、天武天皇はこれを制定します。ただね、天武記は制定のみで終わっています。そしてね、実際に施行したのが持統天皇となります。この法律に関してはさらに進化したものが大宝律令となりますので、後で少し解説させていただきます。そして何よりの歴史的なことはやはり藤原京への遷都ですよね。こちらも天武天皇が造営を開始しますけれども、実際に遷都を果たしたのは持統天皇なんですね。藤原京は日本史上初の情報性を敷いた都城として後の平城京や平安京のモデルとなっています。城防性というのは東西の道を城、南北の道を防とする、いわゆる五番の目のような都市のことですよね。規模はおおよそ25平方キロメートルほどあったことが分かっていまして、平城京や平安京よりやや大きかったのではないかと言われています。現在はこのようにコスモスやハスの名所として知られています。そして3つ目は薬師寺の建立です。こちらも天武天皇が持統天皇の病気の回復を願って発願されるんですけれども、完成を見ることなく亡くなられますので、回帰をされたのは持統天皇となります。藤原京に建てられたんですけれども、平城遷都とともに現在の地奈良の西野京へ移されています。薬師寺は東西両塔を揃えて、主要なお堂にはもこしが施されています。もこしっていうのはね、本来は後付けされる雨よけのひさしのようなもののことですけれども、薬師寺のものはデザイン的に設計がされていまして、これが竜宮造りと呼ばれるゆえんなんですね。詳しくは動画薬師寺編をご覧ください。そしてね、元あった場所なんですけれども、こちらは元薬師寺跡として金堂の礎石や塔の神祖などが今も残っております。
布袋葵の名所として知られていますので、9月にはたくさんの人々で賑わいを見せます。では飛鳥時代の最後の天皇、文武天皇について少しお話しさせていただきましょう。持統天皇の次の天皇は、序列としてはその息子の日下部皇子となっていたんですけれども、早くに亡くなったために孫の文武天皇が持統天皇からの譲位により、異例の14歳という若さで即位をします。でもね、父と同じくして早くに亡くなります。即位後10年で亡くなっていますので、24歳ぐらいで亡くなったことになりますね。そういったことから歴史上少し影は薄いんですけれども、この時代には非常に大切なものが制定されています。それが大宝律令です。飛鳥清見原令は令だけですよね。令は今でいう行政法だとお話ししましたけれども、それに律がつくわけです。律はいわゆる刑法だと考えればわかりやすいかと思います。大化の改新で定められた租用庁という税制もこの大宝律令の中で完成しています。天武天皇は息子の長壁親王に命じて次世代の法律の編纂を始めさせます。その中心的な役割を担ったのが鎌足の息子の藤原の不人です。不人についてはパート5で詳しくお話しさせていただきます。ではパート4最後は今さら聞けない小さな疑問を解決します。この漢字、一体何と読めばいいのでしょう。これね、中の大江の王子と習いましたよね。なのに日下部皇子と読むのが一般的ですよね。さらには同じ天武天皇の王子なのに長壁親王なんですよね。まず基本的にはどう読んでもいいようですけれども、慣例的に中野大江の時代は男子を王子、女子を皇女または王女と呼んでいたようで、天武期においてはこれが皇子、姫皇子となります。そしてこのあと大宝律令が制定されまして、天皇の男のお子を親王、女のお子を内親王と呼ぶことに定められましたので、現在でもこの尊称は継承されています。それでは次はいよいよ最終章、元明天皇以降の奈良時代を解説させていただきます。まだ登録がお済みでない方は今ここでチャンネル登録をお願いいたします。ではパート5で再びお耳にかかりましょう。さよなら。